せーの、ルンルンどうも、シャルンでーす。はーい。今回はですね、皆さんにお知らせがあります。イエーイ。久しぶりに動画を撮影するので、なんか変な感じなんですけど、今回はですね、皆さんに、おー、もう素晴らしい、やばい、お知らせがございます。ヨンサンドンファの4トン初のシホルン4トンイベントを開催します。イエーイ。なんか何年間も4トンという文化が始まってからね、シホルンもやってほしいとか言われてたんですけど、ずっとやってなかったじゃないですか。ついにみんなと4トンできる日が来るよということで、ありがとうございます。というわけで、今回はその4トンをねするよっていうのをこの前インスタの方で発表したんですけど、詳しい情報はまた今度紹介するねっていう風に言って、詳しい情報をね、はい、紹介する日が来ました今日。はい、というわけで皆さんに話していこうと思います。もう概要欄にある URL からチケットの販売は始まってるんですけれども、今回販売というか抽選ですね。今回抽選なんです。今回の4トンはですね、こんな感じになっております。そう、今回はイベントチケット付きのグッズとして販売されていて、4トンのチケットとグッズがねポポンとついて、それがセットで2000円っていう感じで販売されております。で、送料がかかるのかっていう風に質問をもらってたんですけど、今回送料かかりません。もう2000円ぴったりで大丈夫です。コンビニ払いとかもあるんですけど、多分コンビニ払いをしたらプラスでお金かかると思うんですけど、チケット自体は2000円です。そのグッズをちょっと最初に紹介しようかな。サンプルが届いたんです。せーの。じゃーん。缶ミラーです。イエーイ。これめっちゃ可愛くない？これ私がね、デザインしました、自分で。ネイルちょっとみんなやばくない？これ本当に汚い。本当やばいんですけど、サイズがコンパクトなんですよ、すっごい。だからさ、ちっちゃいカバンとか持ち歩くときも絶対これ持ち歩けるし、ぜひ皆さん使ってください、これお願いします。お揃いで。そしてもう一つが Y2K ソンムルステッカーということで、最近オタクたちが作ったりしてるじゃないですか。これも私が作りました。みんなにお願いした方が可愛いのできるんじゃないかと思ったんですけど、まあ、可愛いですよね。次、せーの、じゃらーん。スマホに挟んで持ち歩いてね、ピョルンステッカーでーす。可愛い、やっぱりピョルン。パソコンとかに貼っても可愛くなりそうじゃないですか。そう、これはね、携帯に入るサイズなんですよ。サイズ感がぴったりなので、スマホに挟んでください、皆さん。お願いします。で、この4トンのチケットと、鏡とステッカー2枚、これで2000円になっております。時間帯、私学校があってとか部活があってとか参加できないかもってめっちゃ DM 来てたんですけど、多分大丈夫。時間は10時から8時の間でやります。今回17グループあるんですよ。1グループ、2グループ、3グループ、4グループ、17グループ。1グループにつき6枠ぐらい用意されてるので、まあ、皆さん多分落選ってことはないんじゃないかな。自分が行けそうな時間帯を応募してくださると嬉しいなって思います。1枠につき3分間、ルンズと私がおしゃべりできるんですけれども、あわあわしてたら本当に時間すぐ経っちゃうから、ちゃんと話すことをよく考えておいてくださいね、皆さん。3分間ですよ。じゃあなんて説明しよう。ちょっと難しいぞ。たくさん質問されたことなので、一応答えておきます。私2枠買いたいっていう時、1グループの中で2枠応募して当選したら3分間を2回ということで6分間できます。だけど1グループと7グループを応募してどっちも当たったら、それぞれの時間に3分3分で4トンできます。あと購入制限はありません、皆さん。購入制限はないので安心してください。あと支払い方法はクレジットカードとコンビニ払いがございます。コンビニ払いってさ、当選した後に払うじゃないですか。10枠ぐらい応募してで全部当選して、だけど2枠分しか払わないってなるとちょっと大変なことになってしまうので、こちらもね。なのでよければ皆さん、自分が行けるところだけ応募してくださると嬉しいなって思います。お願いします。あと画面録画できるのかっていう質問もねあったんですけど、今回ズームを使うので画面録画はできるようになってます。だけど SNS とかに載せるのはなし。自分だけの思い出に残してくださると嬉しいなって思います。よろしくお願いします。ズームインストールしててくださいね、皆さん。よろしくお願いします。でも最近あれだよね、学校とかで使ってる子とかも多いよね、多分ね。それ結構前の話？わかんない。最近はどうなのかわかんないけど。あと、私4トンできないんですけど、グッズが欲しくてっていう人もいたんですけど、その場合も大丈夫です。大丈夫。事情説明していただければ。あと、チケット応募の時に、アンケートがあるんですよ。で、そのアンケートの回答をしてもらわないと参加できないんですね。販売ページにはそちらの内容をもとに特典4トン URL をお送りいたしますって書いてるから、アンケートね、答えなくてもいいやって言ってすっ飛ばさないでください。アンケートの回答よろしくお願いしますぐらいかな。みんなの質問は、今までさ、クリスマスオフ会とかもさやってきたじゃないですか。だけど毎回東京じゃん。全国の
みんなとお話ししたいなって思った時に、やっぱり今回これはオンラインでね、4トンを押してみんなとお話しするしかないと思ってたので、本当に叶って嬉しいです。私もびっくりなんだけど、私が思ってる以上にすっごい幅広い方にシホルンを知っていただけてて、本当に最近びっくりすることが多いんですけど、本当にいろんな方とお話ししたいので、皆さん待ってます。この前の NCT のライブ行った時とか、お母様世代の方とお話しして、なんかシホルの動画を見ながら、うちは作ったんですって2日連続で声かけていただいて、本当びっくりしたの。あ、見ていただけてるんだと思って、めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。もうさっき言った通り、チケットの応募は始まってるんですけれども、抽選の受付期間が3月の15日までとなっておりますので、皆さん注意してください。私よくやるんだけど、後でやろう、明日起きたらやろうやってたら、本当にいつの間にか終わってるっていうことあるので、皆さん気をつけてくださいね。皆さん気づいてると思うんですけど、3月25って私の誕生日の2日前生誕祭をね、私昔からずっとやってみたくって、今回はね、センター祭じゃなくって4トンなんですけど、なんかこう自分の誕生日にね、こういうなんていうの、みんなと関わることができてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。来年はどうなってますかね。なんかちょっと怖い。未来がちょっといろいろ最近変わってきてて、ちょっとよくわかんないけど、いろんなことがあるから、みんな後悔しないように毎日一緒に生きていきましょうね。会える時にたくさん会いましょう。というわけで、こんな感じで動画を終わりにしようと思います。3月マジで私 YouTube めっちゃ頑張る予定なので、皆さんよろしくな。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルーン。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントお待ちしております。4トンもお待ちしております。バイバーイ。